キンプリファンが暴動を起こす紅白の平野仕様の発言でティアラが激怒。こんにちは。音楽業界の最新情報をお届けするジャーナリストです。今回は、キングプリンス、通称 キンプリのファン、愛称であるティアラたちが5月22日に予定されているメンバー3人の脱退に関して激怒し、暴動の兆しを見せているという衝撃的な出来事についてお伝えします。ティアラの懸念とはティアラたちはキンプリのドームツアーの特典映像を鑑賞した際に驚きと失望を隠せなかったようです。 特に映像内に映り込んだホワイトボードに書かれた10周年に向けた展望がメンバーたちの脱退と退場につながることに疑念を抱いたのです。これによりティアラたちは今回のメンバー3人の脱退はジャニーズ事務所の陰謀であると主張し始めました。ジャニーズの歴史からの継承。ティアラたちは この状況をスマップ解散時と比較し、共通点を指摘しています。ジャニーズ事務所は、かつて国民的アイドルグループであったスマップへの解散時に、メンバーにテレビでの公開謝罪を強制させた経緯があります。ティアラたちは、この歴史を踏まえ、今回の金プリの状況との告示性を指摘し、ジャニーズ事務所に対する疑念を抱いています。平野紫洋の発言の波紋。 さらに、平野市洋が紅白歌合戦のステージ上で5人で出る紅白は最後になる、と発言したこともティアラたちの疑念を募らせました。この発言がファンたちの中でジャニーズ事務所が無理やり言わせたものではないかとの議論を呼び起こし、スマップ解散時と告示した展開につながっています。ファン同士の対立。 一方で、スマップファンも、自らのアイドルグループの歴史を風化させないために、スマップの一番長い日、などのハッシュタグを使用し、ツイッターでツイートをコメントを継続して発信しています。このため、ティアラとスマップファンの間で一部の対立が発生し、本来なら共闘できるはずのファン同士が対立する異常事態が生まれています。未知数の行動が予測される。 現在、金プリの3人が脱退する X デーまでには4ヶ月ほどしか残されていません。ジャニーズ関係者も5月に何が起こるのかを戦々恐々としているようです。特に SN、SNS の発達により、ティアラたちが連携して実社会で暴動を起こす可能性も考えられるため、今後の展開が非常に未知数となっています。結論。 キングプリンスへのメンバー3人の脱退に関する情報がファンの間で大きな騒動を巻き起こしています。ティアラたちの疑念や不安は増大し、ジャニーズ事務所に対する敵意も表面化しています。今後の展開に注目が集まりますが、ファン同士の対立や SNS の影響も考慮すべき要因です。 音楽ファンの情熱は時に予測不可能な結末を生み出すこともあることを忘れてはいけません。読者への挨拶。この記事をお読みいただきありがとうございました。音楽ファンの情熱とアイドルグループの未来についての懸念が今回の出来事で浮き彫りになりました。今後の展開について我々も注目し続けますので最新情報をお伝えできるよう努力いたします。 何か質問やコメントがありましたら、お気軽にお知らせください。